江戸時代末期から明治時代にかけて日本に登場したといわれるラーメン。今では地域や店で独自の進化を遂げ、さまざまなラーメンが日本各地にあり、もはや国民食といっても過言ではありません。そんな中、今急激な勢いで出店をしているラーメンがあるんです。何店舗あるんでしょうか？495ですね、今日時点で言って。495。そうです、もう今月には500を超えますね。うわすごい数ですね。本格的なラーメンが自宅で簡単に味わえる今注目のラーメンをご紹介します。その名も日本ラーメン科学研究所。ということで、コジマネー、今回のテーマはこちらなんです。本格的な味が家庭で簡単に、日本ラーメン科学研究所ということなんですが、皆さんこれ聞いたことありましたか？ありません。ありません、うん、ないですよね、はい、私も実は今回初めて知りました。ただこの日本ラーメン科学研究所、冷凍ラーメンを販売するところなんですが、この勢いが今すごいんです。ちょっとこちらのグラフをご覧いただきたいんですけれども、去年の11月に1号店がオープンしてから今実はまだ1年経っていないんですね、はい、でこれ最新が9月のこの数字なんですけれども、9月時点で491店舗、ここから今さらに伸びていまして、現在495店舗あるんです。まあ、こうして急速に伸びている理由は一体何なのか、またこのラーメンの味というのも気になりますよね。そこで調査してきました。日本ラーメン科学研究所、すごい名前ですね。ラーメンを科学するという。でこれ私ちょっと調べたところ、ラーメン屋さんとしてのこの店舗があるわけではなく、餃子を販売しているお店の中で売られているそうなんですよ。なのでまずは餃子屋さん、それがここ餃子の雪松、餃子と大きく書かれてますね。ちょっと行ってみましょう。この中に果たしてラーメンがあるのか。わーすごい、この餃子の数ずらっと並んでます。びっしりですね、これはすごい。いやでも私たち今日は餃子じゃないんです。餃子を目当てに来たわけじゃなく、探しているのはラーメン。ラーメンがありました、隣にこれ、ラーメンずらり、すごい。うわーこれだ、これ、これが今本当に人気なんだそうですよ。お味もこれ醤油と豚骨2種類あるんですね。家で食べるラーメンの到達点、このパッケージもすごいインパクトあります。これです、書いてある、日本ラーメン科学研究所、これだ。日本全国にある餃子の雪松内に併設されている日本ラーメン科学研究所、24時間営業の無人店舗と自動販売機の形で販売するスタイルで、現在495店舗もの数があるんです。商品は3食入りで1000円、トッピングも別売りで3食分1000円で販売されています。広島市内にも店舗と自動販売機が合計9箇所あるんですよ。見かけた方や利用されたという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。そしてその人気の声は SNS にも書き込まれていて、おうちラーメンの最高峰や突き抜ける満足度など多くの高評価のコメントを見かけました。ラーメンの味は4種類あり、店舗では醤油と豚骨、自動販売機では魚介だし醤油と味噌が販売されています。ここまで人気になっている日本ラーメン科学研究所の秘密は一体何なのか、担当者の方に聞いてみました。この冷凍ラーメンを開発しようとこうなった経緯というのはどういったところからだったんでしょうか？もともとですね、まあ、お店で食べるような本当に美味しい本物のラーメンをそのまま自宅に持ち込みたいということを思いまして、それでこうなんとかかんとか試行錯誤をして、
開発して、リリースにこぎつけたという感じですね。どういう、こう研究を重ねてここにたどり着いたんですか？もう本当にその道の専門家という方が集まって、まあ、味覚センサーとかですね、そういうのを使ったりとか、3000何種類の組み合わせの中から、まあ、ちょっと科学的なアプローチでいろいろ検証を重ねてとかですね、まあ、そういうかなり科学的なアプローチで、専門家の方の知見を生かして、なんとか、開発に成功したという感じですね。このラーメンの美味しさの秘密、一番こう自慢したいポイントっていうのはどこになりますか？単刀直入に言うと、かなりコストがかかっている商品になりまして、普通、家庭用のラーメンだとあまり使われないと思うんですけれども、そういった本物の鶏油とかを使ったりとか、あとはもう希釈自体が、ほぼほぼ希釈がない形で、もうパッケージしてるんで、贅沢な仕立てになっております。そうして誕生した日本ラーメン科学研究所の商品は発売当初から評判となり、一時は生産が追いつかなくなるほどだったんです。ちなみに売り上げも好調でしょうか？いや、好調ではなくて絶好調ですね。おお、飛び降りた。来ましすたごい、か。絶好調。失礼しました。食べてみれば分かるこう感動の味があるということなんですね。本当にね、一口食べてもらいたいですね。これはちょっと食べないといけませんね。食べたい。さあ、日本ラーメン科学研究所のラーメンを実際に作って食べてみようということなんですが、私一人の意見ではちょっと信憑性がないという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。田島とさん、いうどうこなとんですで、かね。今日は特別なゲストをお迎えしています。どうぞ。ようこそ広島なんホーだ。ムテレビにお越しくださいました。今回味の判定にご協力いただくお二人は広島在住のラーメン大好きインスタグラマーさんなんです。まずお一人目は広島ラーメン太郎さん。なんと1万人を超えるフォロワー数を誇り、ブログでもラーメン情報を発信しています。そしてもうお一方はラーメンアットマーク広島ゆる子さん。フォロワー数2000人オーバーのラーメン女子です。で、今日ご紹介をしたいラーメンが日本ラーメン科学研究所といういわゆる冷凍で販売をされているラーメンを自宅で作っていただくものなんですが、ご存知でしたか？正直ですね、こうやってお話聞くまでは私存じ上げておりませんで、お、食べるのも初めてでございます。私もないですね。では早速ラーメンを作っていきましょう。まずは鍋に1人前 360ml の水を入れ、そこに軽く解凍したスープを加え沸騰させます。スープが沸騰したら冷凍麺を投入し、30秒動かさずに待ちます。その後麺をほぐして中火で茹でていくんです。茹で時間はそれぞれ違って、醤油が3分、豚骨が2分、味噌は4分半がおすすめ。そして器に盛り付ければ完成。別売りのトッピングも合わせればさらに本格的なラーメンになりますよ。ではまず醤油味からいただきたいと思います。もうすごい、上ラーメンの域を超えてますね。香りがすごくいいです。すごいいい香りですよめちゃくね。ちゃいい。さあ、今回こうした美味しいという札を用意させていただきました。上げづらいですこね。こは正直なご意見を聞きたいなと思うんですが、果たしてラーメン通お二人の評価はいかに？せーの、揃いました。醤油ラーメンの評価は全員美味しいという結果になりました。美味しかっこれた。はでも美味しかったですね。そうですね。いや、本当になんか思ってた数倍美味しさがありますね、これは。麺だ。なんかもっと柔らかくなっちゃうかなと思ったんですけど、しっかり立ってる麺が。コシがありますね。
当だ。しかもこの細麺が美味しい。すごいスープと絡んでます。感動してます。なんか今までこんなの食べたことない。ね、結構お醤油の感じもパキッとしてるというか、しっかり味がきますね。あの麺とスープがよく絡んでやって、ね、うん、しっかり味が伝わってくる。ね、チャーシューとトロトロ、美味しい。ほろほろ。豚の味がしっかりしてる。うん、スープに負けなくていいですよね。本当本当。いろいろ食べ歩いてらっしゃると思いますが、その中でもこの醤油結構上位に来てますか？ お店で出しても全然なんか遜色ないというか、むしろ勝ってるかもしれない。ちょっと慣れてましたよね。そうですね。ごめんなさいっていうぐらい、うん、冷凍だしっていう先入観があったんですけど、まんまと覆されました。世間で注目を集めている日本ラーメン科学研究所、そのラーメンの味を確かめるべく、広島在住のラーメンインスタグラマーのお二人と一緒に味の検証をしていきます。二品目は魚介だし醤油ラーメンですが、その評価は、うん、すごく食べやすいです、ね、なんか一見あの買い出しであっさりしてそうなんですけど、なんだろう、すごくね深みがありますね。大事大事大事。私ホタテ感じる気がします。このお出汁からホタテを感じる、はい、すごい、これ麺またあっさりしてますね、うん、私これ麺と合わせた方が好きです。わかります。スープだけでいただくより、うん、ね、麺があった方が香り感じました、私も。ですね。魚介だし醤油いかがでしたか？せーの、あら、あれ、あらら、らなんと今回は3人のうち2人がうーんの評価、うん、僕個人的に魚介好きすぎて、もっとガツンとした魚介が好きだから、 あえてうーんにさせてもらいました。はい、一方でゆる子さんは美味しい、なんか最近結構あっさりのラーメンも流行ってきてるかなっていう中で、すごいなんかみんなが本当に好きそうだし、なんか応用効きそうでいいなって思いました。あとご飯入れてお茶漬け風にしたりとか。まさに今ご飯って言おうと思った。絶対このだしご飯合いますよね。これ好みですね。濃い味が好きなんですよ。私一緒ですね。そして最後は寒い季節に食べたくなる味噌ラーメン。なかなか広島じゃないですよね。ないですね。指折り数える程度しか味噌ラーメンとして出してるのないんじゃないかなと思いますね。ね、はい、うんうんうん、ナッツのような香ばしさがありますね、うん、おや、うん、すごい。私ちょっとキャベツのような甘みを感じますが、野菜の香りもね、なんかすごく出てる、うん、あります、あります、野菜思いました。もちもち、うん、もちもち、うん、すごいもちもち、大事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 、本当だ。これアレンジの幅すごい広いと思いますよ。確かに一番広いかもしれないですね、そうですね、4種類の中で、うん、味噌ラーメンの味は全員が美味しいの評価でした。今回のラーメン全体を通していかがでしたか？そうですね、うん、本当になんかクオリティにびっくり、すごく舐めてたなっていうのが正直なところですね、はい、思っていた以上もちろん超えてきました。想像倍の倍の倍超えてきましたね。お、はい、外で食べるのと全然変わらない美味しさなので、家で3食1000円で食べれるってなったらかなりコスパいいと思います。家にあってほしい、ね、ちょっとした時あってこれが作れたら最高ですよね。いや、開発に開発を重ねて生み出されたラーメン、まあ、4種類お味があるんですが、今日はその中で豚骨を皆さんに召し上がっていただきたいと思います。そうだ、本当にありがとうございます。ぜひお召し上がりください。どうぞ。あ、はい、いただきます。まずこの香りが結構香りがすごい、スタジオ中に漂ってますね。お店の香り、はいはいはい、そういう感じですね。いやね、阿部さんもまた、はい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 、吉弘アナも福岡出身ということで、で、はい、豚骨ラーメンにはちょっとうるさいんじゃないかなと思いながら、はいね、ご用意をさせていただきました、うんうんうん、吉弘さんいかがですか？実はまだスープしか飲んでないんですけども、やっぱり豚骨ラーメン最初スープから入るんですけれども、うん、深みがあって
って、ちょっと濃厚なところもありますね。このスープの段階だとまだ判断決めかねるんで、これからちょっとメンタルが、さすが厳しい、はい、それではがっつり召し上がってくださってる阿部さん、ねえ、麺もチャーシューも、そうくるんですね。はいはいはい、あ、これはちょっと食べてほしいです、皆さん、テレビの前の皆さん、はい、どうですか、 VTR でご覧になっていた時の想像と実際に食べてみて、すみません、超えてます。はい、すみません、本当に超えてます。ただ本当に教えません、味は。ちょっと今日3人に僕は召し上がっていただいていて、VTR でもあった美味しいとうーんの札を用意しているんですが、はい、ぜひいいですか、判定を3人にこれあれだ、はいはいはい、いただいてもいいですか、はい、もう率直な意見でお願いします。はい、豚骨ラーメンいかがでしょうか、どうぞ。はい、美味しい、いただきました。ちょっとこれマジで美味しいです。本当に忖度なしで美味しいですよね。本当に美味しかったです。そうなんですよ、はい、びっくりしました。結構こうスープもとろりとしたこう質感もあったり、吉弘さんも麺もいきましたか、うん、麺もいきました、うん、程よく固めで、またスープと本当に絡みますね、うん、絡む、絡む感じがお店によっては絡まないところもあったりしますけれども、はい、しっかりと絡んでくるんで、そうなんです、お店を超えてるっていうのを、そうなんですよ、実はこっそりお店から持ってきたとかじゃないですか。違うんですよ、本当に開発に開発を重ねて、結構これあら福岡の屋台かなっていうような雰囲気になりますよね。本当に家で食べる、お家で食べるラーメンの域は超えてると思います。そうなんです。また作り方も非常に面白くてですね、スープで麺を茹でるというところが非常にポイントになっていまして、麺とスープ別々で調理するとまたちょっと違った味わいになってしまうそうなんですよ。熱々の沸騰したスープで麺を茹でるからこそこの味が出せる、これもやっぱり研究の末行き着いたそのこのポイントということなんですね。しっかりといろんな分析を重ねた結果この味にたどり着いた。そうなんです。今後も非常に注目のラーメンでした。小島姉でした。ホーム広島ニュースチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。